はい、皆さんこんにちは。今回は発売ほやほやの仮面ライダーチョコ1箱買ってきました。1箱で14個入ってます。そして仮面ライダーチョコっていつも当たりが入ってるんだけど、今回はねフィギュアが入ってるみたいです。ただフィギュアって多分重いから振ったら分かるんじゃないかなって思うんだけどね。じゃあ早速ね開けていきましょう。じゃあ出すよ、せーの、じゃーん。あれ2個足りねー、ここにある。ということでね、まあ冗談はさておき、このパッケージになってるフィギュアが入ってるみたいですね。振ってすぐ分かりそうなんだけどね。分からないのこれ、ちょっと振ってみましょう。わからん。まあワンボックスに絶対入ってるとは限らないのかな、やっぱり。じゃあ順番に右列から開けていきましょう。これはなんか振った感じなさそうなんだけどね。1箱目、はい、こんな感じでね入ってませんでした。じゃあ2箱目、これも入ってなかったね。はい、入ってなかったね。じゃあ3箱目、うん、これも入ってなさそう。入ってないね。4箱目、これもダメだね。はい、入ってませんでした。5箱目、これも入ってません。ん？これも入ってないよね。なんかちょっと怪しいんだけど、ちょっと開けてみましょう。あ、入ってないね。それじゃあ7箱目、うん、これも入ってなさそう。あ、入ってた、入ってた。あ、こんな感じで入ってるんだ。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。あ、振っても分かりづらくしてるんだね、こうやって。うん。そういうことか。振って分かりにくくしてるんだね、ぴったりにくっついて。振っても。はぁ、あ、はぁはぁ。そういうことなんだ。測りで測ると重さでバレるけど、振るだけではちょっと分かりづらいね。じゃあ次、左列行ってみましょう。分かりづらいんだ。前に入ってんだ、正面に。うん、これ入ってないね、多分。はい、残念でした。これ。あ、これもなさそう。はい、入ってませんでした。じゃあ次。正面に入ってんだね。これも入ってなさそう。はい、入ってませんでした。じゃあ次ね。これ、押したら分かりそうだね。じゃあちょっと開けてみましょう。あ、これ入ってませんでした。じゃあ次ね、12個目。これ入ってないのかな？あ、入ってない。13個目。あ、これ入ってそう。なんか、重たい。重たいよ。多分これじゃない？もし、ワンボックスに2個入ってるんだったらね。
あ、やっぱりこっちの方が重たい。多分こっちの方が重たいと思う。そんな気する。じゃあ飛ばしてね、一番後ろのやつ開けてみましょう。入ってませんね。じゃあラスト。後ろから2番目のやつね、左側。確か右側も後ろの方だったよね。それじゃあね、開けてみましょう。ちょっと触った感じ。触った感じではわからんね。じゃあ行きますよ、せーの、ドーン。あ、入ってなかった。いやー、わからんっていうことだね。ということで、ワンボックスで1個入ってました。でも意外だったのが、フィギュア直入れしてるから、簡単に振ったらわかるんじゃないかなって思ったんだけど、意外にわからなかったね。びっくりだ。ねえ。触ってもわからない。こうやってね、押してもわからないからね。ただね、購入した後にサーチ行為するのはいいんだけど、お店ではね、迷惑になるんで、やめてください。ということでね、皆さん、ぜひね、仮面ライダーチョコ、新しく発売されたんで、気になった人は、チェックしてみてください。それでは、皆さん、また見てくださいね。バイバーイ。